はい、どうもこんにちは、カンタです。今日は新機能特殊について解説して、無課金は特殊をやるべきかどうかについて解説していきたいと思います。まあそれぞれのね状況によって特殊をやるべきかどうか変わってきて、まあそこら辺もね解説していくので、まあ最後までね見ていってもらえると嬉しいです。ではまず特殊はどんな機能なのか見ていきましょう。特殊とは S ランク極みの野手のみが実施できます。まあ極みじゃないとできないって条件は、まあ称号と一緒ですね。でまあこの特殊についてどういうことかというと、まあこの下にある表のようにね、メインポジション、補給、スローイング、肩、サブポジションが挙げられます。まあそれぞれね、まあ2221と挙げられるんですけど、まあこれを全て上げ切ったらボーナスで、まあスピリッツがね1付加されて、まあ結果的にスピリッツが10まで上げることができますよって機能です。でまあこれもちろんね上限値の222って上がっていくのは、まあ普通にね数値もメインポジションの数値とかも上がってきます。でまあサブポジションがない選手はメインポジション補給スローイング肩を上げ切ってしまったら、まあボーナスでスピリッツが2に足されて、まあ結果的にスピリッツ10まで上げられますよって感じですね。でまあこの特殊についてね、まあ最初はね総合的な感じで来るのかなと思ってたんですけど、まあ選手を消費してね、まあ特殊を行うということで、まあどっちかっていうと特訓に近い形で来たのかなと思います。まあこのことでね結構特殊をやるべき人とやるべきでない人分かれてくるので、今からねそれを解説していきたいと思います。ということで特殊をやっていい人についてまずは解説していきます。特殊をやっていいのはリーグオーダーの特訓を全て10にできている人です。その人たちは余ってる素材で特殊を行って大丈夫です。ただ一つ注意点があります。素材に余裕があるからといってレベルマックスの選手を特殊に回すのは絶対にやめましょう。レベルマックスの選手は特訓なら特訓成功率アップのメリットがありますが、特殊についてはメリットがないです。いくら今使い道がなくてもいい選手が当たった時用の特訓用などに取っておきましょう。さらに言えばこの特殊も今こそねレベルマックスにしても特殊ポイントなどが上がらないですが、まあ、今後ねレベルマックスにすれば特殊ポイントが上がるなどの修正があるかもしれません。実際にね試練なども昔はもっとアイテム集めが大変だったんですが、まあそれが改善されて今に至っているので、まあ、情報修正される確率は十分にあると思います。今はね特殊をやるにしてもレベル1の選手を素材に使いましょう。続いて特殊をやってはいけない人についてです。これは皆さん気づいてるかもしれませんが、リーグオーダーに1人でも特訓がレベルマックスにできてない人がいる人は、まあ、やってはダメです。特殊よりも特訓を優先しましょう。特殊よりも特訓の方がチーム強化につながります。まあ、このゲームはねやはりスピリッツゲーの部分が大きいので、まあ、1回でねスピリッツが1しか上がらない特殊よりも割とがっつり上がる特訓をした方が強化につながります。もちろん特殊はね守備能力とかが上がるので、まあ、それによってね守備が A になったりしますが、まあ、それによって大幅にコンボが上がるといったねことがないので、まあ、スピリッツが上がる特訓の方がリーグでは成果が得られます。かっこよくてね特殊やりたくなるのはすごくわかるんですけど、まあ、最短でね強くなりたいっていう人は特訓を優先して素材が間に合ってきたら特殊という風に考えておいてください。以上です。いかがだったでしょうか。個人的にはねこの特殊の上げられる数値の上限を少しずつ上げていって、まあ、無課金と課金の人の差をつけようっていうのがねコナミさんの狙いかなと感じているので、まあ、より一層ね皆さんついていけるようにドリームキャラバン、プロスピフェスタなどのイベントが来た時は、まあ、素材集めを頑張るようにしましょう。ということでね、この動画が少しでもいいと思った方は高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いてリアタイの方も見ていってもらえると嬉しいです。はい、ということで今季初戦やっていきたいと思います。先発は山本由伸さん対菅野さんです。いやめちゃめちゃ緊張しますね、初戦なんで。またね年間打率防御率もねゼロからのスタートなんで。さあ初球ツーシーム OK。 まあいつもねスプリット入りなんですけど、まあ、逆にねそっちの方が合うかなって、このまだゴールドドランクなんで。なので、まあ、直球系で押していって打たれるようだったらスプリットを混ぜると。でね、まあ、今季の、ね、目標としては、まあ、年間打率もゼロからなんですけど、まあ、一応、ね、2年連続で打率5割防御率0点台ってところはクリアしているので、まあ、今年も、ね、それは最低限クリアしたいなって思ってます。まあ、どんな、ね、途中で仕様変更があるか分かんないんで、まあ、目標は、ね、とりあえずそれにしておきます。よし OK、 幸先いいですね。はい、ということでマジで、ね、打率今点点点なんでね、めっちゃ緊張する。ちょっとし、おー、なるほど。すみません、山田選手の時だけ黙らせてください。
よし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 抜けた。よし、打率10割スタート。これは嬉しい。まあ当たりは微妙でしたけど、さあさあさあ、オッケーオッケー。これね、ヒットで始まるのは重要なんですよ。さあさあさあ、何で来る。まあ皆さんもね、最初緊張したと思うんですけど、打率とかもね、点点点からなんで、あーちょっと臆病になるな。ちょっと最低3安打打ちたいですね。よし、 OK、 見えてる。さあさあさあ、何で来る。アウトを捉えたくない。よしよし、2-2。打球めっちゃ曲がるな。やっぱなんか噂になってたけど、さあさあ、アウト取られないよ。貯金しよう、ゴールドランク帯で。あー今の打っていいな。よしよしよし、これはでかい。さあさあさあ、もういけるところまで打ちます。打ちまくります、マジで。おー、いつもとね、本気度が違うんでね、今日は。いやー打てたな。さあ、オッケー、よく見えてる見えてる。いやー、やらかした。待って、落ちろ。よーし、落ちた。いやー嬉しい。しかも記録ヒットだし、ナイス。4-4、最高のスタート。よしよし、カーブはね、見えますね。うん、まあ外角も使ってきますね、うまいこと。よし、カーブは絶好機。オッケーオッケー。さあ、アウト取られない。よしよし、貯金貯金、打率貯金ですよ。さあ、もうね、外コバさんとか当たったら一気に下がるんでね、どうせ打率なんて。よーし、完璧。まあ菅野さんとかの時とかね、稼いとかないと終わるんでね。さあ、アウト取られず終わりたい。気を抜かず。よーし、よし、ってことでね、ありがとうございました。2試合目行きたいと思います。はい、ということで2試合目やっていきたいと思います。先発は外小葉さん対則本さんです。まあ、1試合目の、ね、勢いを、まあ、持続してやっていきたいと思います。さあ、通信中と。まあね、でもまあ今のゴールドランク帯、よくよく考えたらね、まあまだプラチナランクの人だらけですよね、もともと。さあさあさあ、ナックルカーブと。 OK。で、このね、ボール球を振った後にストライクを見逃すとすごい悔しいので、ボール球に誘うと。振る確率は高い。ああ、まあそっからだと振らないと。さあ、しつこく行こう。OK。まあ振ってくれますね。また今度は高めで。とりあえずね、見極めつくのは本当にね、最上位層の人だけなんで、結局外小葉さんは。まあ、よっぽど得意って方はね、見分けつくって方もいるかもしれませんけど。さあ、ここでフルカウントからボールを投げる。よし、 OK。 まあこれはね、結構確信を持って投げてるんで、まあ、フルカウントからでもね、まあ、外小葉さんはボール球を使うことも結構重要です。よし、 OK。 そうそうそう、ボール球を振った後はストライク見逃したら悔しいから、ボール球に手が出やすくなる。よし、今度は低めで入る。おー、やべ、危ない危ない。で、これ外して、今の軌道を意識してたら引っかかる。よーし、 OK。 よし、ってことで、どこまで10割持続できるか。はい、ということでね、やっていきたいと思います。で、まあリアタイはね、まあ、次回の動画分まで一気にね、ため撮りしていくって形でやっていきたいと思います。まあこれはね、1本目の動画だと思うんですけど。やべー、ボールかな今。いやー、10割終わった。まあ、切り替え切り替え。1試合最低3安打。うん、オッケーオッケー。まあ、基本ストレートね。
よーし、オッケー、完璧。基本スプリット狙ってるんですけどね、今みたいな高さのフォークはなんか自然と反応できる時があるので、いやー、ツアーとかやばいやばい、早くも貯金がなくなる。よし、オッケー。さあ、ここで簡単に終わらない。よし、さあストライクだけを、オッケー。さあノースリー打っていこう。おお、まあ今のは手出さなくていいと。よし、オッケー。まあファーボールも重要。さあさあさあ、まあ、ストレートでスプリットを。よっしゃ、オッケー、それでいい、それでいい。アウトにならないのが重要。もうタイピン出ましたね。ストレートでスプリットを打ち上げないことだけ意識。よし、さああと1本。オッケーオッケーオッケー。スプリット意識して、まあ、フォークはあんな感じで逃げればいいと。うん、まあ、スプリット狙う。よーし、よし、完璧。ストレートは絶対打ち損じない。さあさあさあ、スプリット狙っていれば打ち上げることはないんでね。よーし、もう最高のスタートが、最高のスタート切れてますね今のところ。よーし、完璧完璧ってことでね、ありがとうございました。